なおのくん、お元気ですか？アビリーズコレクションミュージアムの中村です。今回も、沢田研二さん、ジュリーのアルバムを紹介していきたいと思います。今回紹介するのはこれです。沢田研二、時の杉浦の比叡山フリーコンサートね。これも結構豪華な作りになっていて、こういう感じですね。なんかもう写真がいっぱい入っております。裏はこんな感じ。沢田研二さんのライブというのは、過去に、3、5、7って出てきました。ですから、順番でいくとジュエル・ジュリーが8ですので、次が9で、ここがライブになるのかなと思っていたんですけども、ヨーロッパで出た、フューギティブ、これが出たので、次に出たこれが結局10枚目のライブということになりましたね。それで、これは、比叡山ですけれども、この時というのは結婚披露宴も兼ねていたので、なんと司会に、ゲストで、デイブ・ヒラオさんが出てきて、そして、ゲストに内田裕也さん、そして、森本太郎さん、岸部治美さんという、ね、面々が出てきてちょっと演奏したりしております。あと音なんですけれども、ちょっと実はですね、これ回転が速くって、本来だった場合2枚半くらいになると思うんですけれども、ちょっと無理くりというか回転を早めて2枚組に収めてますので、ちょっとスピードのアジャストがあるプレイヤーをお持ちの方は、ちょっと回転を落とせば、正しいスピードで弾けると思います。これの演奏なんですけれども、ミッキー吉野グループ、ミッキー吉野さんと、スティーブ・フォックスと浅野さんが、そのご来後ですね、後にその3人が参加しているという、豪華な、バンドになっております。でこれはあのロックンツアーなんですけれども、ロックンツアー75ですけれども、その前の年から始まったロックンツアー74、これが、日本での最初のツアーです。ツアーという言葉を使った初めてのライブですね。今でこそみんながもうね、ドームツアーだなんだって使いますけれども、ツアーという言葉を使ったのは日本人で初めて沢田研二さんです。ジュリーさんでした。このロックンツアー、74から始まって81年まで、続きます。ライブになってるのはロックンツアーで、実はライブになってるレコードになってるというのは実はこれしかないんです。あとはカセットテープというのがありますけど、レコードはこれなんです。これまだ CD になっておりませんので、これもこれしか聴けません。ということで、今回は軽いですけども、このアルバムを紹介いたしました。またよかったら見てください。元気でね。ありがとうね。またね。